この先に進めるっぽいというか、この先に進んでいくと消防署なのか、その辺にたどり着くと思うんだけど、寝れる場所があるんだから夜にしちゃおう。はい、夜。そんなに暗くないんだよな。左側に反応があるぞ。お、あ、これ絶対敵いるやつや。このレーダーに消えないこの反応は？二つ？え、何の反応だろう。下がある。となるとどっか地下に行ける入り口があって、このエリアにも地下から侵入できんのかもしれないが。今のマンホール開けれないのかな。開けれそうなのに開けれないんだ。原将、この拠点に地下入り口なんてあったりした？あったー。よっしゃ。しっから侵入するぜ。まだライトつけて大丈夫か。反応があるんだからやっぱり消しとこう。アイテムは特になしと。ん？普通のライトを手に入れた？ああ。悪くない。反応があったのは今のアイテムか。オッケーオッケー。マンホール開いてるし、さあ行こう。まずは周辺散策じゃ。しゃべり声はするね。スナイパーっぽいやつがいるなら先に撃っちゃってもいいんだけど、セーブしとこ。あ、人間じゃないやつと人間がいる。あいつ上に行くのか。よし、正面からは入んない方が良さそう。この上に登ってみるか。これは地雷の反応だな。
違うかな。地雷じゃなくて悪党かな。ハンドガンに持ち替えとこう。あ、これだ、トラップだ。これあれ、これちょっとね、当たり判定が、あ、こっちか。わあ、これミュータントと悪党。おお、今落ちてった死体が。両方からバレないように進んだ方がいいのか。しゃべり声はしたのは多分こん中かな。騒がしいな。この辺も明かりを放つものは極力消しておこう。あそこにもいるのか。今喋り声がしたんだけど、そこの建物かな。兵士が一人いた。この二人やりたいな。あ、でこい。反応しろよ。反応しなかった。こいつやっていいかな。あ、縛ってあるように見えるぞ。そっちまで行かれると死体がバレる。中にいた。知らんとこから兵士が出てきてデコイに引っかかってた。分かれてくんないかな。よし、ここに死体があるけどバレなかった。際どい。メトロのこのもっさり感でね、二人をパンパーンと倒すって結構難易度があるんだよな。正面にとどまんならほっといていっか。あいつ倒しとこ。あっ、ほっとこ。建物の後ろから侵入しようかな。このハンドガンもそこそこ口径があるし、でかいし、サプレッサーもついてるから、接近して撃つ分にはキル取れるでしょう。で、そこにもいたよね、さっき。うわー、兵士もいる。ほい、倒しとくか。で、多分ここにもトラップが設置してあるんだよな。あった。
誰かいる、あそこに。あ、人じゃなかった。一瞬人に見えた奥の草、そこにも拘束されてる。悪いが地球のためだ。マガジンでっけ。トラップだね。声ちっか。え、どっからしてる声だこれ。あ、いた。騒がしいから倒しとこう。兵士はいないで、中に入れそうなところだ。姿勢低くいくぞ。いた。ワンワンだ。ワンワン先に倒しとこう。ダニ。ちょうど見える位置だったのか。この騒がしいのはみんなミュータントの方だよな。明かりを放つものは消しておこう。僕に一人か。反応が一人増えてない？外周回ってる敵いるかな。気のせい？気のせいか。なんとなくこの辺からも侵入できそうな気がするんだけど。違うのか。まあまあまあ、中制圧しよう。そこに一人。こいつだけか。ほい。階段があった。下にアイテムかなんかないかな。なあ、さす、ん？あそこにも拘束されてる。さ、上へ参る。あ、ロッカー。
よし。歩いてる音が。ん？また犬か。邪魔するやつが来ました。よし、みんなこの辺の犬頬がえぐれてんな。際どいところもあったけど、今のところステルスでいけてるぞ。奥の方にまだ誰かいるようにも見えるな。見間違いかな。まあどっちだろうと、ちょっと背もたれが邪魔くせ。どっちだろうとブスリ。どっちかというとね、犬の方が厄介なんだよな。すぐ吠えるから。お、おねむかな。おお、結構いる。結構いるけど明るくないからバレない。会話が終わるのを待とう。いるやつは倒していいかな。倒してから考えよう。よし。
こけってな。そいつはいいね。お話は済んだかな。寝てるやつはもう死んでるようなもんだし。あら、動かない？よし。意外とあっさりいけるもんだな。近づいてステルスキルをしようとして起きられても困るから、ぶっすりと言う。よしよしよし、そろそろ防護服あっていいんじゃないか。あ、まだ先があるぞ。